悲しめる乙女の像笹村草家人は日本の彫刻家、六山美術館の創建に尽力した、東京市芝区新名町出身、本名は吉典家人、絵師、笹村哲熊の長男として生まれ、東京美術学校彫刻家を1932年に卒業、同校女教授から1961年、1959年までは陰天に出品。 杉浦茂武の日本中学に学んでその興風に、よくした。高村光太郎著、ロダンに接して、彫刻を志望し、東京美術学校彫刻科本科祖造部に進んだが、在学中は、教授の朝倉文夫、北村聖望らの作風に激しく反発した。後に、石井鶴造に指示。本人の自筆年譜の記載を引用すれば、人間に三種あり、青年男女と、 子供は前世からこの世に押し出した生命の姿。他の一般はこの世の経験により画集を示す姿。極めて稀な第三は不妙な自分や人類を憐れみで見下ろす顔でこれが制作の採用の動機になっていることを悟ったという。また彫刻から感情的なものや説明的な要素を排除し対象である自然、立体そのものの中の底光りする統一感を 追求して、これに、近代彫刻としての表現を与えようとした、と言えよう。作品に、津田秘仏老人、津田総吉先生前受像、最後の渋沢慶造先生など。作者本来の芸術的追求とは別に、後世の国民のため、大学退職後60歳までに8年を費やして、明治天皇像を完成し、明治神宮に奉献した。 代々の文筆の家に生まれて関係で明晰な文章をよくし、また民族学や禅への関心と、造形も深く、当演名を愛し山梨県上野原の新館たる山中に住んだ。著書に、笹村草家人彫刻作品集、随層録の露変館和上下、星座、岡田虎次郎その言葉と、生涯、笹村草家人文集上下などがある。ありがとうございます。